中国軍空母艦隊が日本を同喝。海事護衛艦と米強襲揚陸艦が退治か。防衛省によりますと、海上自衛隊の艦艇が10日の午後7時頃、長崎県の男女群島において、中国軍の空母1隻、駆逐艦2隻、フリゲート艦2隻、補給艦1隻の空母艦隊を発見しました。その後、この空母艦隊は沖縄と 宮古島の間の海峡を南下し、太平洋へ向けて航行しておりますが、この同じ日にですね、東シナ海において、海上自衛隊の護衛艦、アケボノと、アメリカの教習与立艦が共同訓練を実施しておりますので、中国の空母艦隊と対峙していた可能性がございます。 この中国軍、アメリカ軍においても COVID-19 の感染拡大が起きていることを悪用し、こういった軍事的な挑発を繰り返しており、今後も様々な形で挑発行為が繰り返されるものと思われますので、日本政府にはアメリカと協力をし、こういった中国軍の挑発に 可能な限り対抗していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。